最高。おー、うめー。毎度です、アンノン松本です。本日もありがとうございます。皆さん魚食べてますよね。はい、秋ですよ。うまくなってきましたね、サバ。塩焼きじゃないです、しめサバ今年食べました。いやー、だんだんうまくなってきたね。今日ね、皆さんに、まあ、釣りやる方もあるでしょうし、しめサバが大好きな方、新鮮なサバ入れたらしめサバ作っていきましょうよ。まあ、お店で食べるのもありだと思うんですけど、まあ、簡単なね、今日も作り方を皆さんに。こちらもサバ好きでございますので、もうサバ好きが簡単なしめサバの作り方を今日は皆さんにお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、それでは今日ね、金華サバ入れましたよ。質問ですね、いいですね。じゃあさばいていきましょう。はい、それではさばいていきましょう。まずこれでポイントが見割れさせないことですね。なので優しく、ちょっとね、軽くこれにこうでかい骨、あの鱗があるんです、そこら辺取るぐらいですね。あと優しく、激しくやるともうこの時点で見割れしていきますので、優しく鱗を当たっていきます。はい、そしたらね、頭を落としていきます。あと内臓を取ります。これ1個ね、優しくなんですね、ポイントは。開ける時もガバッて開けない、軽く取るぐらいですね。でも内臓取るぐらい。そうしましたら血合いを洗っていきます。ここも開かないようにしてください。腹を開くと見割れの原因になってしまう。はい、そうしましたら塩水のね、ある程度取った塩水の氷水でしっかり塩を洗い流しておきます。はい、それで洗ったサバ、水気を拭き取っていきましょう。テーマ優しくですよ、優しく。はい、それでは下ろしていきます。下ろしていく時も、もう見割れしないのがポイントですから、包丁ね、角度をつけてスッと骨に沿っていく。皮目に包丁一発入れます。そうしましたら骨に乗せて包丁を滑らしていく。この時に、ね、あんまり力入れない方がいいです。で、みんな覗きたがるんですけど、覗かなくて大丈夫です。慣れてきたらもう包丁の感覚でいきましょう。で、見割れの原因になっちゃうんでね。しっかりですね、こっち側はね、結構難しい人がいるんで、押さえつけるって感じですね。身を押さえつけて、で一緒ですね、皮目に入れて押さえつけた状態で骨に沿っていくと、包丁のこの篠の井の部分をうまく使っていく。で、ここもね、覗かないで方がいいですね。見割れしてないでしょ、覗かないからですよ。それではここも、よいしょ、腹をかいていきます。これ雑にやるとね、ここでもね、見割れしちゃうんで、こう優しくね、包丁の重みを預けながら、スッとこう、スッとで、ストッと、こういう感じです。はい、それではね、塩当てていきます。それではね、合状でいきましょう。で、身を下にしていきます。はい、で、こちらで冷蔵庫で3時間締めていきます。それでは3時間経ちました。これをね、水で洗うんですけど、氷水をね、さっと落としていきます。ここで塩を落とす。うん、いい感じ。はい、で、落として水につけていきます。そうしましたら少し水気を切って水に入れていきます。
ただリードペーパーを落として冷たいお酢ですね、冷たいお酢を入れていきます。はい、でこれぐらい入れて1時間ですね、1時間漬けていきます。はい、それでは1時間経ちました。いい感じに締まってますね。こちらをお酢をねしっかり切っていきます。それでこちらリードをかまして、このメスをしっかり切っていきます。でこの状態で今ね食べても実は美味しいんですけど、これをですね、そうですね、1日か2日くらいね馴染ませると塩と酢が馴染んで美味しいですから、じゃあこちらで少し寝かしています。はい、それではこれに今日1日経ちましたね、楽しみよ、よいしょ、いい感じに締まってるよね、香りもうまそう。じゃあ骨抜いてみます。どうでもいいですけどね、これがめっちゃおすすめ、医療用の鋼で作った骨抜きね、小峰さんから買いました。でここにまずね1個入ってるんですよ、ここは結構取る、みんな取り忘れちゃうと思う、ここに1個入ってる、はい、であとは手に当たったところを抜いていきます。はい、これで終わりかな。OK。はい、それではね、あと皮むいて、引いて終わり。で、皮むいていきましょう。簡単でしょ、しめ鯖。作りたくなってきたでしょ。ただね、ここに筋入れる方もいると思うんですけども、これ全然このままもう、ゴンゴン切っちゃう。うわ、うまそう。最高。では盛り付けて完成です。はい、それでは完成しました、しめ鯖です。いや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 、うまそうでしょ。はい、お待たせしました、1日待ちましたよ、どうですかね、うまそうでしょ、まあ、早速いただきましょう、いただきます。はい、それではね、ちょっとわさびのせの醤油つけなくていいかな、このままいっちゃいます。はい、もうね、わさび醤油いらないです。いただきます。うん。おめえ。いやー、柔らかくてふわっとして、めちゃめちゃ香りとうまみがやばい。もっとやばくなります。これマリアージュ。いただきます。お酒です。いやー、うまいっす。なんつったって今の撮影時間みんな正直言いますけど、9時半です。朝、うまい。じゃあちょっと2回目いきましょうか。したらね、2つ目はね、醤油。通常通り、セオリー通り醤油をつけていただきましょう。はい、では、いただきます。もうね、天国ですよ。うまっ。これちょっとどうでもいいことなんですけど、結局ね、魚好きはね、最後サバ肉っていうね、まあ都市伝説もあるぐらい魚好きな方はね、サバ好きなんですよね。まあ本当私もそれに漏れず大好きでございます。いやうまいな、これからね、まあ、どんどんねサバ美味しくなってきますんで、まあ、締めサバ、まあ、サバ料理楽しんでいきましょう。それでは皆さん、魚ガンガン食べていってくださいね。それでは皆さん、素敵な一日を。ありがとうございました。